も、かきたまチャンネルの吾妻悠心です。本日は SNS でめちゃくちゃ話題になっている最新の商品、こちら。じゃじゃーん。これ2つ入ってるんですけど、青島文化教材社オンラインショップで購入しましたスーパーサウンド呼び込みくんミニでーす。はい、こちら。このパッケージすごい良くないですか？呼び込みくんミニって書いてあって、スーパーのね、チラシをこう模した台紙になっていて、このブリスターに入っているこの白いおもちゃです。これが呼び込みくんミニです。で、これ何なのかというと、皆さんスーパーで、トゥ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 の曲を聞いたことありません？なんかね、私の地元のスーパーでは、焼き芋が売ってるところの隣に置いてあったり、あとお肉が売ってるところの隣にね、こいつがいて音楽を流してたような印象。その呼び込みくんのサウンドが流れるちっちゃいバージョンのおもちゃがこの度発売されたということで、初回生産分を運よく買うことができました。で、今は再生産してます。今買うと来年の1月に皆さんの元に届くようになってるらしい。で、初回生産分を買った人はこの12月の中旬に届きましたので、早速ね、今日はこちらの呼び込みくんミニをご紹介いたします。お値段が1個792円です。これ800円ぐらいで買えます。792円で買えます。で、ネットでね、もう高額で転売とかされてると思うんですけど、再生産分を買えば皆さん買うことができますので、騙されないで、転売屋に騙されないで。きたー。こちらが呼び込みくんミニの本体になりまーす。いいね。もうまんまだね。このね、下にね、ちょっと見づらいと思うんですけど、水色の文字で、ここにね、呼び込みくんって書いてあったりとかしますね。めちゃくちゃいい。で、手は動かない。手は、動いたりとかはしないみたい。で、ここがボタンになってると。この黒いね、丸を押すと多分音が鳴る。で、この呼び込みくんの顔なんですけど、このね、白い、丸にこう変えることができます。で、この丸が何なのかっていうと、シールがねついてて、今売れてます。 50% オフいらっしゃいませとタイムサービス、そして最後が新発売。この5つのシール、どれかをカスタマイズできると。例えば、この普段よく見る呼び込みくん、私がカスタマイズするとしたら、はい、来たー。こんな感じ。見えます？今、売れてます。こんな感じにカスタマイズすること。これで、展示してるお店もね、あったりしますよね。こんな感じで。顔をね、はめ替えることができるみたい。ただ、部品がね、ちょっと硬いんで、なんか壊れないか心配になりながら、はめ替えるっていう感じにはなりますが、はい、こんな感じでカスタム可能と。で、他のやつにしたいときは、これに他のやつを貼り替えるか、こちらのパネル。これに、自分で書いたりとか、これを貼ったりとかして、で、これを切り取って、両面テープとかで、やれば、一応自由に貼り替えることができると。ただ、このプラスチックのパーツは、これ1個しか付いてないので、お気に入りの1枚をこっちに貼る。という感じになりますかね。それでは、早速こちらの呼び込みくんミニ、こっちにね、絶縁シートがあるので、これ抜いて、はい、この黒いボタン押してみたいと思います。いきます。ポチッ。おー、すごい、まんまだね。よっよっ。てな感じで、ワンコーラス20秒間これが流れます。で、ちなみにこの音の種類はこれ1種類しかありません。で、本物の呼び込みくんはもう1種類違う音楽があるんですけど、それは流れないと。で、これ鳴ってる途中にもう1回ボタンを押すと、何回でも最初からになるみたいですね。で、スピーカーはこのね、真ん中のつぶつぶです。結構音大きいです。はい、ということで、
以上、かきたまチャンネルの吾妻雄心でした。